人生に挫折し前に進めなくなった27歳貝崎新太。この度貝崎さんはリライフの被験者に選ばれました。これを飲めば高校生ぐらいまで若返れますから。リライフ、それは1年限定で高校生に戻り人生をやり直す実験。いいのかよ、こんなところに無職のおっさんが入り込んで。あの、そこ私の席なんですけど。あ、すみません。どんな言葉さげれ、俺はみんなの記憶から消えるんだ。だったら影薄くさらっと1年過ぎてくれりゃそれでいいや。これは違うんです、あの、いつもの薬。いつもの放課後、職員室行きなさい。2度目の17歳、想定外の出会いが彼の運命を変えていく。私のことがお嫌いですか？大嫌い。変わりたいんです、友達ゼロから。なんとか一歩踏み出したいから。桜舞い散る中、春になったら俺みんなの前から消えるんだよな。みんなの記憶もなくなるんだよな。はい、その通りです。後リライフを終えた先で彼が歩む新たな未来とは。みんな元気で。バカ、なんか永遠の別れみたいじゃん。リライフ、さようなら。